世はまさに、大インターネット時代。しかしネットには様々な風説がはびこり、その真偽は、一見して激烈にわかりづらいものばかり。そんな現状を、心から憂うバーチャルeゲーマーが、真実の情報を、お届けするこのコーナー。今回のテーマは、野生動物のレース、ダイヤの最高速度上昇は、表示だけで実際には上がってない?です。なるほど。確かに、よく目にする説ですね。PC ゲーム、野生動物のレースのダイヤは、複数個取得することで、表示上の最高速度が、1ずつ上昇するのを確認できます。しかし、この速度上昇が体感できないとして、表示だけなのでは、と疑う声が、後を絶ちません。ということで、確かめてみました。検証コースはエジプト。初期状態の最高速度は、60キロです。早速、コース序盤の3連ダイヤを取り尽くし、最高速度の変化を検証してみましょう。一つのダイヤは、各プレイヤーによって、合計31回取得されると消滅します。最高速度の上昇は、初回のみ2つで1キロ、以降は3つで1キロずつ増加します。よって、これだけねっとりと回収すれば、結構な速度上昇になるはずですが。稼ぎ終わりました。どうかな?早い、検証終了。どう見ても、表示だけではなく、実際に速度が上昇してそうです。速度上昇の上限は、特にないらしく、取得したダイヤの個数分、きっちり上がるようです。コースによっては、180キロ超の速度で、ぶっ飛ばせますね。まあ、実戦においては、ここまでの速度上昇は狙えませんが。それでも、3キロ程度速度が違うだけで、直線で、後ろから差を詰められるようになるため。しっかりとダイヤを回収する行為は、場合にもよりますが、かなり有効でしょう。特に長距離コースの場合、最高速の恩恵が、非常に大きいので、できる限り集めたいところです。ぜひぜひ、意識してみてくださいね。いかがでしたでしょうか?これからも、私と一緒に、確かめていきましょう。真実を。バーチャルeゲーマーでした。